旧弘前市立図書館旧弘前市立図書館は青森県弘前市にある歴史的建造物。1906年に建設されたもので、同市内の特殊化により建てられ、市に寄付されたものである。1930年に図書館が別な建物に移転したことから民間に払い下げられたが、1989年市が最取特殊市立郷土文学館の施設として保存。 一般公開されている。1993年青森県庁法に指定されている。1906年に建設された塔館は、ルネサンス風の衣装を基調とした木造3階建てで、左右両端に配置された八角形3階建ての塔が特徴的な建築物である。建物全体に窓が多く配置されており、さらに正面中央には、 最高のためのドーマー窓を設けるなど、図書館としての機能にも配慮された設計となっている。当時、広崎市には公立図書館がなく、1903年に開館した私立図書館も、日露戦争勃発により動員された兵士の宿舎として挑発されるというありさまだったことから、旧陸軍第8師団の広崎新設や日露戦争開戦に伴う、 諸工事、物品納入等で大きな利益を得た堀江佐吉や実業家の斉藤氏等5人の特殊化により建設されることとなったもので最終的には当初計画の約4倍の施設規模で竣工し、発起人でもあり設計者、施向者でもある堀江佐吉と斎藤主が増額分を負担したと言われている。なお、当時の正式名称は 日露戦勝記念広崎市立図書館である。当初は、市立東大義塾の敷地内に建設されたが、手狭になったことから1930年に、図書館が別の建物に移転することとなり、また、東大義塾の校舎拡張も、相まって、1931年に設計、施考を手掛けた堀池に払い下げられ、広崎市、富野町に移築されている。その後は、 所有者も代わり賃貸アパートや喫茶店として利用されてきたが、1989年、市政志向100周年記念事業の一環として市が再取得して、お手門広場に再移築し、市立郷土文学館の施設として保存されるとともに、郷土出版物や文芸資料などが一般展示されている。ありがとうございます。